こんにちは。今日はのりこでらしいです。特に大したルーティンはないんですけど、試合前とりあえず体育館来てちょっとほぐします。足ほぐします。隠し撮りと変な顔をみんなしてるのね。そうだから今思ったら、あ、唯一のルーティンそれだわ。隠し撮りするのがルーティンです。唯一それかも、最近半分伸ばしてます。みんなどんなんだったかなと思って、アンテチャンネル見てます。はい、誕生日チェック、試合に行ってきます。はやー今はチャンスよ。すぐ来るな。先輩が奢ってくれるらしいです。ジュースを買ってもらいました。これを飲んで試合頑張りたいと思います。はやこれ何してるんですか、のりこさん。これがですね、足指の、いや、何ですか、指の、足の、指の捻挫です。はい、じゃあ頼れるものは頼らない。このちっちゃいのが結構大事なんです。足の指捻挫の治療ですか。治療です。なるほどなるほど。入り口違うと思って、うん、あれだから、これをジェルをつけて、はい、この捻挫の、つけない、捻挫、はい、したつけない、ね、なるほどなるほど。固定して難しそうですね、一人でやるの、はい、結構むずいんですよ。固定してこれで電気が出ます。結構大事、結構大事。この電気に頼ります。治らないですか。まだ治りません。なるほどね、もうちょっと時間かかりそうです。ですか、これスタート。あ、これで、これで、はい、OK です。わかりました。ありがとうございます。試合1日目終わりました。のりこさん、はい、今日の試合、感想、お願いします。はい、あの、自分のことじゃなくてもいいですよね。いえ、すごいスリーが入ってました。もう、わーっていっぱい このやつ、ベンチでやりました。次も頑張りましょう。はい、次も頑張ります。選手権が始まります。はい、あ、バスで隠し撮り選手権が始まります。でも行きもね、隠し撮り選手権にしたよ。もうやったの。すみません、やめてもらっていいですか。これはすごい前から舐めてる後輩です。ツインです。ツインではありません。ツインとか思ってますよ。バカにしてるだけです。私の捻挫の冷やし方はこれらしいです。本当にみんな持ってるよね。お疲れ様でした。